残りというか、そう、まあ居残りか。猫神さんハートありがとう。そう、居残りしてて遅くなりました。さらに未来ちゃんお疲れありがとう。猫神さんハートありがとう。いやー、リハお疲れありがとう。なんか正直そのものすごい数その出演するってわけじゃないから、そのすっごいさ大変ってわけじゃないはずなんだけど、なんかやっぱ一つ一ついろんなことを考えながらやるし、なんかねもろもろ大変でございます。あら、スズランくださってる方どうもありがとう。読めないけどお花ありがとう。カムサムニダン、読めなくてごめんなさい、読めなくてごめんなさいっていう風に伝えられなくてごめんなさい。ツナさん流れ星ありがとう。メガネのきよみちゃんハートありがとう。こんばんは、こんばんは。よっしょ、こんばんは。小太郎さん尊いありがとう。こんばんは。炭酸ミサイルさん指ハートありがとう。こんばんは。どうですか皆さん、あれだ、みんなあれじゃない、あのさ、ラストライブのチケットもう発見しましたね。こんばんは。ゆねぴーさんハートありがとう。こんばんは。発見しました。どうでした、席は。たださ、なんか席が どこがなんだか分かってなくて、あんまり。そう、みくりんさん、だるまさんありがとう。だからね、あんまり分かってないんだけど、いっぱい見つけるので、皆さんうちわやタオルやペンライトたくさん振ってください。一番見えるのは、うちわとタオルはね結構同等に見えます、すごく。うん、発見しました、イエーイ。ラストライブまでもあとちょっとなんですよ。人生最後のライブになるので、こんばんは、楽しく過ごしたいですね。まあでも、ステージ移動ってなんだろう。グッズ届いた、よかった。みんな間に合うか心配してたからね。うん、私は一応水色と白にしてるんですけど、なんかね、ペンライトの色で正直わかるかって言われると、あのなんかね、水色と白を振ってくれてるのが見えるっちゃ見えるんだけど、なんかその例えばだけど、サムサムさんが好きで白を振ってる方とか、ラルーチェさんが好きで水色を振ってる方とかもいるから、だからね、色で判別するのって結構難しくて、で、なんかその今回のタオルの色的に水色を振ってる方とかも多分いらっしゃると思うので、なんかね、難しいんだよね。だからペンライトだけで、あ、私のファンの方だって判断はちょっと難しいから、そうだね、なんか、こっちだよみたいにやってくれるときは、うちわかタオルの方が見えるというか、確実に、あ、私のことを今見てくれてるんだなっていうのが分かる、正直ね。そう、こんばんは。でもペンライトの景色ってすっごい綺麗なんですよ。だからペンライトを振ってくださるのめっちゃ嬉しいんですけど、でもそれで判別はできないです、正直。ユネピーさん流れ星ありがとう。でもね、見えはします、もちろん。でそれでお顔が見えるとさすがにわかるんですけど、そのペンライトの色がものすごい遠くてペンライトの色しか見えない場合は、まあ、置いておいて、ペンライトを振ってくださってて顔プラスお顔が見えるとね、さすがにわかる。のぞみさんハートありがとう。あ、ステージ、あの、え、線なんていうの、あの普通のステージしかないです。普通のステージだっけかな。のぞみさんハートありがとう。たうちわとタオルはもうバッチリ、全然超わかるあれはもう判別めっちゃできますね。
そう、こんばんは。うちわ作ってありがとう。あ、そう、みんなが作ってくれるうちわも超見える。ただあの先にこのうちわ振るねって言ってくれてた方がより見つけやすいかも。なんか見つけられなかった時にあのあれまだ見つけられてないなって思えるから、なんか作ってくださったやつとかこの辺からこれ振るねとかって先に教えてくれてるとより見えやすい、わかりやすいです。うん、そうそうそう、嬉しいのでね、みんなの作ってくれるやつ、タオルも、タオルもいつの時代のやつでも見つけるので、ぜひあのもちろん今回のやつゲットしてくだされば、今回しか使えないので今回使ってくださったら嬉しいですし、なんかもしお皆さんお気に入りのね、これまで歴代のやつでお気に入りのやつがあれば全然それでも嬉しいです。篠原のぞみって漢字のやつ、漢字だと3文字でいないので、他に超わかりやすいので席遠かった。じゃあ見つけるね。ちのどんさんペンライトありがとう。目に焼き付けます、ありがとう。ペレライの文字パネルいいね、ありがとう。どっちも持ってく、ありがとう。初期のうちは最近さ、初期のうちは持ってくれてる方もちょいちょい見る。うん、手作りのうちはありがとう。もうラストライブまであとちょっとで、こうやってみんなと練習するのももう終わってしまうのかと思うと、毎日結構もうかなりみんなお疲れモードで頑張ってるんですけど、でもなんかそれすらもね、こうあーってなります。ツナさん流れ星ありがとう。ありがとうございます。ライブによって変わるらしい。あ、そうなんだ。そっかそっか、そういうもんなんだ。ツナさん流れ星いっぱいありがとう。仕事中お疲れ、お疲れ、お疲れ、先日お疲れ、みんなもお疲れ。頑張りますのでぜひ見つけてください。まあね、そうね、うーん、うん、こんばんは。初期のうちは持ってたら、あ、なんかさ、初期のうちはの美女がいいってさ、真島さんが言ってくださってたんだよね、ショールームで。なんかショールームで言ってたよっていうのをファンの方がツイートしてたのを見ました。そんなとこを見てくださるんだと思ってびっくりした。ふっかるのゆかたんハント、ありがとう。すずらん、ふっかる、いいね。そう、嬉しい。緊張した顔してますけどね、初期のやつ。うん、まあまあ、こんばんは。でもなんかみんなはどう思ってるかわかんないけど、そうだね、初期の、なんかやっぱ今よりちょっと顔丸いよね。こんばんは、超褒めて、そう、びっくりしちゃって、知らなくて全然。ファンの方がツイートして、なんかさ、最近さ、フォローなんかいいねとかしなくても勝手になんかトピックおすすめみたいなのがよくわからないけど、ラストアイドルでつぶやいてる方とかのつぶやきがなんか勝手にツイッター流れてくるんですよ。なんかそれで見ました。そう、こんばんは、嬉しい。今回のうちはみんなドレスかわいいよね。こんばんは。実はもうちょっとね、もうちょい髪色、もうちょっとブラウンっぽくなる予定だったんだけど、思ったより暗くて結構暗いかも。実際会うと結構髪色暗いかもしれないです。そう、初期よりもね、今の方がシュッとしてると思う、多分ね。なんか私すぐ顔がちょっと変わるから、なんか数週間前とかの写真でもなんか顔違うなって思う。
ちゃんだったら3回くらい行って、そんなに言ってくれてた嬉しい、ありがとう。うん、いや、のんちゃんとか見、私ね、今ねピンクアッシュグレージュみたいな感じ。あきあきちゃんかわいい、ありがとう。でもなんかね、前回の時よりもちょっとピンク抑えめかも。結構グレーが強いかも。だから結構黒髪に、じゃあ直接会うと結構印象が黒髪っぽいです今私。うん、もうちょっとブラウンの予定だったんだけど。そうそうさんかわいい、ありがとう。そうそうそう、ピンクアッシュグレージュみたいな詳しい配合はわからないけど、ずっと寒色系のなんかオリーブグレージュとかにしてたんですけど、なんか一瞬ピンクやってみたいと思って。ピンクって言ってもすっごいピンク入れるわけじゃなくて、ほんのり暖色系のグレージュみたいな感じらしい。そう、うん、当日の髪型はねまだ迷ってます。でもこの長さだとちょっと、ま、巻いてもらおうかなっていう思い。のんちゃんの超初期のあれなんですよね、あのあれ愛吹の映像が、なんか愛吹ダイジェストみたいなやつが昨日公開されてて、なんか思いのほか自分が映っててちょっとびっくりした和人さんハートありがとう。まあ確かに愛吹ヒストリーというか、そのサードシーズンで愛吹だけを振り返ると、確かにまあ私全試合の中の3分の2ぐらいをいたので、まあ確かに映って、まあそうかもしれないけど、ちょっと自分でもね、なんかあこんな時もあったなと思いました。永志くん指ハートありがとう。なんかでもいろんなことがありましたね。うん、そうだね。でももうね、なんかさ本当に最初の時とかさ、なんかもうそのカメラが光ってるところで撮ってますとか言われてもさ、いや何がどうなってるかわからないから、とにかく目の前にカメラが来た時にちゃんと目線を外さないようにしようみたいな、なんかもう結構緊張した顔してるなって思いました。うん、でもね、実は私全部の段階の相引きの練習映像を残ってて、本当に一番最初の暫定メンバーの時といろんなメンバーが入れ替わっていく中で、自分がいなくなるまでのバージョン全部の実は練習映像残ってる。そう、なんかさ Google フォトってあるじゃん、あれってなんかいっぱい入るからそっちに残してある見たりしないんだけど、なんか記念記念に残してます。ダージローさんハートありがとう。うん、練習する時って毎回撮るのよ、練習リハというか、練習レッスンの時って今日のこれみたいな感じで、そう撮るんですけど毎回ね。こんばんは。だからサブリミナルの一番最初に練習した時のやつも残ってるし、サブリミナルに関してもなんならその先生がなんかあの私たちがもうやばすぎて先生だけが踊ってくださったやつとかも残ってたりとか、あとそうだね全部残ってるよ、あやふやとか選択肢とかの最初のフリーレ映像も残ってるしダージローさんリップありがとう。うん、そう私だけのものです誰にもどこかに送ったり誰かに見せたりしない。そう、こんばんは。かつやさんかわいいありがとう。私だけのそう、こんばんは。連続
続配信ありがとうございます。昨日は間に合わずで、昨日はねこのぐらいに帰ってきたんよね。これギリ間に合わなかった。本当に私もなんかもう毎日泣きそうになります、寂しくて。でもまあどんなに寂しい悲しいって思ってもその日はやってくるので、悔いのないように過ごしたいなと思いつつも、やっぱりでもなんかこう最後の最後までうーんっていうことがあったりとかもして迷ったりする日々ですけれども、最後の最後はみんなと幸せな時間を過ごしたいなと思います。さきちゃんお疲れ、ありがとう。お仕事頑張って。ジョージさんありがとう、こちらこそありがとう。そうそう、うん、ポラリスさん赤いバラありがとう、ハートもありがとう。うん、寂しくなるね。そうね、でもまあ 100% ラストアイドルの篠原のぞみを見れるのはもう本当に本当にあと何日って感じなので、私自身はとも分かんないけどさ、まだでもラストアイドルの篠原のぞみはもう本当に 100% の確率で、もうりょうくんと尊いありがとう、もう1週間後にはラストアイドル篠原のぞみではないからね。マサオさん赤いバラありがとう、そう思うとすごく寂しいです。ラストアイドルののんちゃんことしのはらのぞみですって挨拶するのももうあと何回かな。うん、うん、寂しいね。そう、どんなに会えたとしてもさ、丸い猫さんとおといありがとう、ツナさん流れ星ありがとう。うん、そうだよ、ラストアイドルのってマナティとかちーちゃんとかももう真似しなくなるかも、ポッとパッタリと。マナティとかちーちゃんがさ、すごい芸能活動続けても6月1日からパッタリともう全く真似しなくなるかもしれない。忘れちゃうかもしれないよ、悲しい。ダージローさんかわいいありがとう、ツナさん流れ星ありがとう、ジュンジュンさんかわいいありがとう。分かんない、もうみんな私のそれ忘れ、マナティのやつにもうさ洗脳されて私の本当の声忘れちゃうかもしれないよ。なんかだんだんさ、あ、のんちゃんって確かにこんな感じだったかもとか思い出してさ、何年後かに久しぶりにみんなともし会えた時にさ、普通に自己紹介したらさ、あれみたいな、なんか変わったみたいな。なっちゃうかもしれないよ。ともさんハートありがとう、寂しいね。マナティはね芸能活動続けると思うし頑張ってほしいなって思うね。うん、ケンスケさんかわいいありがとう。うん、洗脳されるよみんな、きっとあれみたいな、なんちゃんって確かにこんな喋り方だったかもなんて思われてしまうかもしれないね。忘れないでいてね。洗脳されないでね。うん、そうだよ、そうかもしれない、なんか嘘デマ流されてさ、あ、そうらしいんだみたいな、なんかどうしよう、全然みんなと会えなく時間が続いたりとかした時にさ、なんかのんちゃん家でめっちゃ暴飲暴食してるらしいよみたいな、なんか毎日なんかもう、あ、逆にね、そっちは信じそう、なんか逆にさ、なんかのんちゃんもう毎日遊び歩いてもう毎日ディズニー行ってるらしいよとか言ってさ、信じちゃうかもよみんな、なんかのんちゃんついになんか年パス買って毎日ディズニー行ってるらしいよとか言って、え、そうなんだみたいな、みんな思うんじゃない、なんか嫌だなそんな。なんか遊び歩いてるらしいよみたいな。どうしようそんなことになったら。千葉県民だしあるかもみたいなさ、思われたりして。そんなわけでそろそろランキング読んで終わりたいと思います。
ては13位ゼロさん、12位高弘ちゃん、11位ヒルマンさん、10位コルトさん、9位キーさん、8位ナガシさん、7位クレファンさん、6位サンサンミサイルさん、5位ポロポロポロさん、4位ダブさん、ありがとうございます。3位がエネピーさん、ありがとうございます。2位がツナさん、ありがとうございます。で1位がジャガ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 ジャン、ジュンジュンさんでした。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。今日も遅い時間でしたが、明日も朝から頑張ります。それではおやすみ。